まあ、こうやって結構適当に弾いちゃってもシーケンスっぽいのができちゃいます。今回はモノローグのステップシーケンサーについてやっていこうと思います。モノローグはノート、スライド、モーションのパラメーターを16のステップでシーケンスを組むことが可能です。まずじゃあリアルタイムレコーディングしてみようと思います。シーケンサーのプレイを押します。シーケンスが動き出したところでレックボタンを押します。まあ、ちょっと適当に弾いたんですけどレコーディングできました。でこれオーバーダビングできます。まあ、こうやって結構適当に弾いちゃってもシーケンスっぽいのができちゃいます。で終了するにはレックボタンをもう一度押します。次はじゃあステップレコーディングしていきます。シーケンサーが再生していない状態でレックボタンを押します。ステップ1から順番に16までのノートを入力していきます。で基本は16分音符で入力されていくんですけど、音を伸ばしたい場合は鍵盤を押しながらノートのレストを押すと音を伸ばすことができます。スライドさせたい場合はレバーをスライドにします。でスライドさせたいシーケンスをオンにします。簡単にこれでシーケンスでスライドすることができます。モーションシーケンスについてやっていきます。モーションシーケンスはつまみやパラメーターの動きを記録してシーケンスとして再生する機能です。じゃあフィルターのカットオフを記録していきます。じゃあ LFO のレイトと INT のパラメーターを保存していきます。じゃあシェイプのつまみの動きを保存します。モノローグは最大4つのモーションシーケンスを記録することが可能です。